皆様に謹んで新年のお喜びを申し上げます阿蘇市長の佐藤義之です昨年は日本にとっても世界にとっても大変厳しい一年でありましたアメリカに端を発した金融危機は国内外はもとより 私たちの生活にも大きな影響を与えております日本の経済はオイルショック以来の危機に見舞われており大変厳しい状況でありますがこの難局を好機と捉え意識を改革し地域産業の発展住民生活の 安定につなげていきたいと決意を新たにしております本年も引き続き行財政改革を進め福祉の充実をはじめ幹線道路、公営住宅や学校教育施設麻生中央病院等々の私たちの生活に直結する 生活基盤整備事業に本格的に着手します10年後20年後さらにその先を見据えた阿蘇市建設に向け市民の皆さんのたくさんのご意見をいただきながら事業の実現に取り組んでいきます何卒よろしくお願いします お願い申し上げます新しい年が皆様にとってまた、この阿蘇にとって希望に満ちた発展の年となりますよう心からお祈り申し上げます。